フェリーアケボノは大島運輸が運行していたフェリー。本項目では1989年就航の初代を取り扱う。アケボノ丸の大船として三菱重工業下関造船所で建造され、1989年に就航した。琉球エキスプレスの就航により、ニューアカツキが改装を受け、フェリーアカツキとして、 阪神航路から鹿児島航路に転配されたため、2003年2月に引退した。その後、海外焙煎され、大韓民国の深海賃海運で、お浜名として、元フェリー波の上のセウォールと共に、二川チェジ航路にしていたが、2014年4月16日に発生したセウォール号沈没事故により運航停止となり、深海賃海運の事実上の倒産により、 競売にかけられた。3回の入札は不調に終わり、2015年1月14日に行われた4回目の入札で落札者が決定した。その後、新潟県が新潟港とウラジオストク港、ザルビの港を結ぶ日本海横断航路を開設するため、約5億円で売買契約を結び、2015年10月に日本へ開港されたが、 想定していた戦速が出ないことから、新潟県が受け取りを拒否しており、神田造船所で掲船されている。鹿児島航路就航当初は、本船と難民丸で、1994年6月以降は、フェリー並みの上の2隻で2日に1便を運航していた。船形は、全通船道甲板型で、バウスラスタスタンスラスタフィンスタビライザーを装備する。 両舷船尾にランプウェイを装備しており、トラック、乗用車などをロールオンドールオフ方式で車両乾板に搭載するほか、選手乾板がコンテナスペースとなっており、コンテナをデリックによるリフトオンリフトオフ方式で搭載する。九百九十六年七月三十一日、十八時十五分頃、鹿児島港新港地区に入港する際、潮流に圧流され北防波堤の南東端に、 選手から衝突した。衝突により、本線は右舷選手部の外反に波行を生じ、北防波堤は衝突箇所が一部損壊した。事故発生時は大潮で、高校付近には約2.7ノットの機体の潮流があった。事故原因は潮流に対する措置が不十分で、北防波堤に対して圧流されたこととされた。ありがとうございます。